はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル剛腕の紳士白の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダータロスケですね。そしてアタッカーでもあります。勇気、俺が戦うぜ。壁コンをつけてます。ジョウスケですね。ジョウスケには先導生命時期ディスカーズのアビリティをつけてます。シーザーですね。死神の世界、注意深く観察して行動しろと怒りの5連撃ですね。こちらをつけてます。控えにはディーパスを入れています。波紋の治癒と見つけたぞ愛をつけてます。まあ、ディーパスは本当に治癒要因ですね。そしてフレンドには無駄利用を迎えています。では参ります。ほぼ、タロスケのね CS で終わる感じです。まあね、コウタロウのアビがねあるとほとんどね気にせずゲージを気にせずいけるので簡単になってはしまったんですけども、まあ持ってるものは最大限ですね使わせていただこうと思います。おお、危なかったあとはカーズさえ倒せればいいのですが、その前に倒せるかな。どうだ、無理でしたか。あ、ジョナサンも倒したんですね。ジョナサンは倒せないと思ってただけに良かったです。危ないさあ参りましょう。まずは壁コンをして、全員これは倒せてますね。はい、じゃあこれで倒せましたね。1ラウンドクリア。続いて2ラウンドですね。リングもねあるんですけども、タロスケのリーダースキルのおかげで気にせず進めれます。まずは1回叩いておく。タロスケだけでも、タロスケじゃない、タルカスだけでも倒しておきたい。リングは全部踏んだ。タルカスはこれで倒せそうですね。倒せました。グラフォードをちょっと、これであともう一撃ぐらいかな。倒せました。あとは蘇生をちょっとつけていきたいので、ジョウスケにつけられました。さあ続いてもタロスケの CS ですね。はい、無事倒すことができました。一応、シーザーにはつかなかった。蘇生つけます、つけられませんでした。まあ、あまりね関係ないので、
よしとしましょう。しかしこれは痛い。はい、ですね、ここで気をつけたいのがですね、ウンドゥールですね、反射音探知、これには気をつけたいところなのですが、もう産物が2回乗っちゃってると、あまり気にすることなく倒してしまいます。一発で倒したかったな。はい、これでミラーも終了です。さあ、そして3ラウンドですね。3ラウンドの開幕はアイテムばらまきのオンパレードですね。なのでフレンドの無駄量でファイアーボムをして勝利をしていきます。続いてですね、タロス系でまた1回押せてなかったですね。もうこれで倒せてまだなませんね。ケニー G をあと倒せれば、もう全員倒せてますね。ではそしてですね、問題のラウンドのね、問題です。出てきました。一番気をつけるべきが、シュトロハイムですね。自爆、再起不能になると自爆してハイナにダメージを与えてきます。なるべく離したいところです。そして慶長ですね、死亡時コンボスカウンターですね、これがあるので、もうジョースケがいないと何もできないという感じになりますね。まあ、その前にまずはアイテムを消しておきます。そして続いて CS ですね、買っておきましょう。まずはシーザー、続いて無駄量にもかけておきたい、蘇生をつけておきたい。よし、もうつけられました。ジョウスケには1回ついてるので大丈夫です。範囲外でしたね。心配する必要性はあまりなかったです。さあ、最終ラウンドですね、入りました。ここで問題なのがですね、ジョナサンなんですけども、君の野望を僕が打ち砕く、味方勢力の行動終了時に5ヒット数分がですね、5ヒット以上いかなかった場合、自身の行動カウントをゼロにするということがあるので、シーザーの怒りの5連撃ですね、これがうまくヒットすることを願います。そしてですね、うおー、仲間が死亡すると行動カウントを1減らし、自身の攻撃力がアップしていきます。そしてカウントリミットですね、行動カウントが4以上になると自身の行動カウントを0にしていきます。ですので怒りの5連撃発動してきました。いやー、これで受け取ってくれ、受け取りました。はい、です言い忘れてたんですけど、ディオですね、キタレ同胞もありますし、コンボスカウンターですね、こちらがあります。まあ、これに関して言えばもうシーザーがバフがかかっているので関係なくいけます。まずは
リーバスですね、リーバスに女性がつきましたね。ムダリオにかけたかったんですがダメでした。ジョセフを倒してるのか、倒せましたね。まあ全開しましたが、産物が乗ったかったので、わざとやりました。これはいかんぞ。さあどうなった、倒せましたね。 OK、 よし、これで蘇生もつけられました。そしてアンジェロがジョウスケにね、言っちゃいましたけど、よかった蘇生つけておいてっていう感じですね。そして次に一応動画、まあいいか、いいですね。いや動画なので一応やっておきましょう。ジョウスケの体力を回復しておきます。そしてちょっと壁コンを少し狙いつつ、猿が倒せましたね。ユカコも無事倒せております。また蘇生をかけたかった。あ、これで大丈夫ですね。ジョウスケの蘇生じゃないですね、蘇生がかけられました。これで リサリサ先生も余裕で倒せました。ということで無事、中身はちょっとぐだりましたが無事、クリアすることができました。ありがとうございます。はい、最後までですね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。ではまたね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。